皆さんこんにちは、ハメの剣持です。本日ご紹介いたしますのは、かけ比べをご紹介したいと思います。人気モデルになっているこのディアデマというオーバーサイズ気味の大きめのサイズ感のアイテムと、これよりも小さいサイズとして出てきましたスモールサイズのバッカス、そして最新作のこの2つのフレームのちょうど中間のサイズになる最新作のメサ、この3つのかけ比べをご覧いただきたいと思います。まずは最初に人気モデルのこのディアデマというアイテムなんですけれども、かなり大きめのサイズ感に仕上がっているアイテムです。このレンズの端から端までの大きさが 49mm という大きさなんですけれども、一番小さいサイズのこのバッカスは 2mm さらに小さくなっていて 47mm という大きさ、この中間のサイズが、最新作のメサの48mm という大きさのサイズになっております。まずはややオーバーサイズ気味なんですけれども、ディアデマというアイテムからご覧いただきたいと思います。こちらの方ディアデマはこのような大きさのアイテムになっております。やはりやや大きめのアイテムですね。どこか伊達メガネのようなオーバーサイズ気味にかけていただけるというアイテムになっているんですけれども、これはこれで非常に魅力的なアイテムなんですけれども、メガネとしてはちょっと大きいかなというのを心配される方もいらっしゃいましたので、そういった方々に注目を集めたのがこのバッカスというアイテムになります。こちらの方は 47mm という小さめのサイズ感なんですけれども、私くらいの顔幅の人にはこれくらいがジャストサイズになるのかなというアイテムになります。先ほどのディアデマはどこかオーバーサイズ、サングラスのような伊達メガネのようなサイズ感のアイテムだったんですけれども、それと比べますとこのバッカスというアイテムはジャストサイズなメガネのサイズ感のアイテムになるかと思います。ただこれだとちょっと小ぶりかなというふうに感じられるような方にちょうどジャストサイズなアイテムとして登場したのがこのメサというアイテムになります。このメサをかけますと、先ほどのディアデマよりも大きすぎるという感じはなく、バッカスよりもちょっと小さめの窮屈な感じもなく使えるジャストなサイズ感になってくるのかなというのがこのメサの魅力になるんじゃないでしょうか。それぞれのサイズ感の特徴はあるかと思うんですけれども、たった1ミリの違いでもやはりかけやすいサイズ感というのは出てくるかと思います。ご自身のお好みに合わせたサイズのアイテムをお探しいただければと思います。今回ご紹介させていただきましたのは、オーバーサイズ気味のディアデマ、そしてスモールサイズのバッカス、そして最新作のこのメサというこの3つのアイテムのかけ比べをご覧いただきました。サイズ選びのご参考になれば幸いです。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。